どうもさんこんにちは、のです。今回ですね、前々から多くのリクエストをいただいていた、自分の持っている UR とシークレットレアの紹介をしていきたいなと思います。で、 UR は基本的にこういった、カラーローダー11の透明の、ローダーに入れてます。で、まあ、デッキに入っているものもですね、まあ、こちらに今、用意してあるので、そういうのは、まあ、デッキから持ってきているので、まあ、透明のローダーではなくて、まあ、こういったね、まあ、他の色のローダーで、となってます。で、シークレットレアの方なんですけど、まあ、シークレットの場合はですね、まあ、主にこの白と黒のローダーで、まあ、黒の方がね、まあ、多いと思うんですけど、まあ、裏面が黒い方は、黒ローダーにしていて、で、裏面が白い方はね、こういった白ローダーにしてるっていう、まあ、こんな感じでね、まあ、シークレットは入れてます。それではですね、まあ、古い順番からね、なので旧1段の、まあ、アルティメットレアから紹介していって、で、ゴッドミッションのアルティメットレアまで紹介した後に、シークレットレアをね、という順番で、紹介していきたいなと思います。